はい、こんにちは、ジュリアです。カード開封動画で収集がつかなくなるほどの個数になったトランプをなんとかね、いい感じに収めたいっていろんな箱を探したんですが、ないのでもう発注することにしました。これでオーダーメイドでこのトランプの寸法を測ってそれかける何個っていうのでやっていったんですけど、段ボールの発注のオーダーメイドって全部外寸なんですよね。なので内寸が選べるアース段ボールというところに発注しました。こちらの方なんですけど、なんとね1枚から発注できるんですが、送料を含むとかなり高くなってしまうのでもったいないから10枚で発注することにしました。で、内寸なんですけど、ぴったりで測るとね、重量的にギリギリで選ぶと17列 ×6 っていう感じで102個入る箱を発注するのが限界だったみたいです。なぜかというと、ちょっと下の方を見たいと思います。あ、その前に、箱の方の、参考になるかわからないんですが、102個入る箱だと寸法はこんな感じになります。はい、これでちょっと下の方を見ますね。みかん箱タイプを選んでいます。で、これが一番安いです。で、3ミリ、5ミリ、8ミリってあるんですけど、8ミリ厚で耐荷重目安が 10.6 キロ以下となってるんですが、測ったところ102個トランプ入った箱 10.5 キロなんです。超ギリギリなので、これ以外の選択肢がなかったです。で、通常配送にしてだいたい4290円プラス真ん中のものとか代引きとかが入ってだいたい4800円ぐらいになると思います。こんな感じで届きます。これに102個並べて入れたいと思います。はい、ではまずは箱に入れやすいようにまとめたいと思います。はい、これで17個6列が、まとまりました。で、箱に入れていきたいと思います。17個縦に入ります。3列目入れるところでみかん箱なので、蓋が閉まるところが届かない部分があるので、この部分でちょっとね段差があるので傾いてしまうので、あとで 3D プリンターでここを埋めるための台っていうのをコの字型で作りたいと思います。はい、ぴったり102個しっかり収まりました。ぴったりすぎてちょっとね指が入る隙間っていうのが少ない気はするんですけど、端を取るのがちょっと難しいので、端を取る場合は2つ目を抜いてから取るみたいな感じになって、ただ見てもらったら分かるんですが、個との差がねほんのりあるので、閉めた時にトランプの箱が潰れることはないと思います。この部分はちょっとね多めに設計したのでいい感じだと思います。というわけで 3D プリンターでまず台を作りたいと思います。はい、やっと書き上がりました。サイズの方は前回にすると X プラスでは書き出せる範囲を大幅に超えてしまうので2枚に分けて作りました。1枚あたりこの縦の幅が155、横が76mm、 全部ミリですね。で、高さの方が 5mm で、おそらくぴったりと入ると思います。ほんの少し隙間があるんですが、まあ、カード一つ分を超えることはないので、まあ大丈夫だと思います。では入れていきたいと思います。これでぴったり102個、真ん中の傾きもなく入れることができました。はい、というわけで 3D プリンターで作った土台を真ん中に入れて、大量にプレーンカードを入れられる箱を完成させました。というわけで、あの2枚を書き上げるのに3時間50分ほど通常設定かかるんですが、1回目ね寸法を
失敗してしまって短すぎてもう一回やり直したので日をまたいだので服装が変わってしまいました。で今までのね箱っていうのはだいたいショップで大量に発注すると、発注というか買うとこんな感じのぴったりプレーンカードが入る箱に入って届いてくるの、これもありがたいんですけど、これだとね取り返してみて中身が何が入ってるかっていうのが分かりづらいからって言ってここに一回印紙してみたんですけど、結局中身全部出してねどこにパッと入ってるかっていうのがパッと取り出せないとかいう感じだったので、意外と102個とかあんなに大量に入ってパッと一発で何が入ってどこにって言ってパッと取り出せるっていうのが今までありそうでなかったので、やっぱりねぴったりサイズで発注するっていう手でこれが解決できるというアイデアでした。あと今460個ほど開封しているので、あと4箱ほどこれ作るのを、ね、とりあえずやってみたいと思います。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。